ロマプリータ地震で倒壊したオークランド市の高速道路880号線ユスグスによる震度地図ロマプリータ地震は1989年10月17日17時4分にアメリカ合衆国カリフォルニア州北部で発生した地震。地震の名前はサンノゼ市の南にあるロマプリエタ山付近が震源地だったことによるサンフランシスコ周辺での被害が大きかったため 日本ではサンフランシスコ地震とも呼ばれるが、この名前は1906年の地震を指すことが多い。アメリカ合衆国カリフォルニア州中部のサンタクルーズ山地にあるロマプリエタ山を震源とし、モントレーワに一体のみならず、ずっと北のサンフランシスコ、オークランド周辺をも襲い、大災害を発生させた。マグニチュード6.9。サンアンドレアス断層によって引き起こされたとみられ、 1906年のサンフランシスコ地震以来の大地震となった。この地震による死者は63人に上り、ビルディングなどの建造物の損傷の他に、高速道路などが倒壊する被害が発生した。サンフランシスコのキャンドルスティックパークでは、ワールドシリーズの第3戦が行われる予定だったが、試合の開始前に地震の強い揺れが襲ったため中止となった。 この模様は ABC で全米にテレビ中継されていたことに加え、日本でも NHK の衛星放送で生中継された。信号はサンフランシスコの南約 90km、サンタクルーズの北東約 15km のサンタクルーズ山地である。また現地時間の18日にはマグニチュード5.2、19日にはマグニチュード5.0の余震も発生した。出典 ベイブリッジの被害マリーナビーチの建物被害ローマ、プリータ地震による被害状況は以下の通りである。出展、サンフランシスコ市内では海岸部に位置するマリーナビーチで液状化現象が発生し、木造建物などの倒壊が相次ぎ、火災も発生した。サンフランシスコの対岸にあるオークランド郊外を走る高速道路880号では、 揺れに耐えきれず高架橋が倒壊した。この高速道路は1950年代の古い設計でダブルデッキ式であったため、上層の高架が崩壊して、下層を走行していた自動車を押しつぶし、上層を走行していた自動車も高架道路から投げ出されるなどした。下敷きとなった高速道路では41人の死者と多くの負傷者を出し、負傷者の中には、 禁止の重傷を負った人や押しつぶされた自動車の中から3日ぶりに救出された人もいた。この被害は全世界の新聞ニュースで大きく取り上げられた。サンフランシスコとオークランドを結ぶサンフランシスコオークランドベイブリッジも地震により橋の一部が崩落したがわずか1ヶ月後の11月18日に復旧した。長距離旅客鉄道を運行するアムトラックは オークランドダウンタウンの駅が被害を受けたため、オークランド市内への鉄道での乗り入れを一時中止した。サンタクルーズの被害震源に近いサンタクルーズ郡では6000個ほどの建物が倒壊した。サンタクルーズ市のダウンタウンでは古いレンガ造りの建物が倒壊し、3人の死者を出した。ありがとうございます。